保障関連法に反対する学者の会から高山加奈子さん、よろしくお願いいたします。学者の会呼びかけ人で日本学術会議会員の京都大学高山加奈子でございます。今日はお招きいただきましてありがとうございました。皆さん、アベノマスク覚えてますでしょうか。アベノマスクですよ、アベノマスク。あれ一体何だったんでしょうか。全ての方がいろいろな思いがあるかと思うんですけれども、科学的にはかなり問題のある政策を巨額の税金を投じて実施したということは皆さん認識一致してらっしゃるんじゃないかと思います。戦闘機より高いんですねすごいお金でした、日本学術会議の年間予算の何十倍ものお金を使ってしまったわけですね。で、いつから日本ってこんなにバカになっちゃったんでしょうか。こんなはずではないという思いを持っていらっしゃる方も多いと思います。この壊されている今の日本の政治システム、頑張って再構築していきたいと思います。私たち学者の使命は専門知を民主主義のために提供すること、若い人たちを教育すること、そういったことでございます。私は自民党政権、小泉政権の時あたりから政府の審議会の委員に担当を始めまして、その後民主党政権の時も、その後もう一回自民党政権になってもずっと専門家として、参加してまいりました。しかし今この専門知がきちんと民主制の中に生かされる仕組みが壊されていっていると思います。かつて総理大臣だった方が、私の言ってることは正しい、私は内閣総理大臣だからという趣旨の発言をしたり、森羅万象を掌握してたりですね、そういう発言があったんですけども、私たち人間は神様じゃないんです。学者だって自分の専門のことしかわからないです。だからいろいろな分野の人たちが知恵を寄せ集めて、知見を持ち寄って、そして熟議を重ねて今一番いいと考えられる政策を決定していくっていうのが、これが民主主義の本来のあり方です。そのために役割を果たすのが学者だと思っています。しかし今情報が正しく流通しない、隠蔽されている、捏造されている、ワクチンないのに黙ってる、質問に答えない、とうとう民主主義の、あり方に対しての直接の攻撃と思われるようなことがまかり通っております。今、自民党の総裁選で皆さんいろんな政策を候補者の方々がおっしゃってるけれども、なんでそれ今までやんなかったんですかっていうことですよね。で、今それが実行できないような国の仕組みに対する破壊が行われてきたと思っています。前はですね、総理大臣が割と短期間で変わってもそれなりに国としてつながっていってた時期もあったと思うんですけど、それは、専門家集団としての官僚組織が今よりもきちんと機能していたということがあります。しかしここ15年ぐらいの間に国家公務員の人数は約半分に削減されて、今霞が関は超ブラック企業化しております。優秀な人も来なくなっています。こんな中で過酷な労働を強いられ、良心的な人たちは左遷され、クビになる、忖度をする人たちだけが一部の人の利権のために上の方にいると、そして牛耳って恫喝しているっていうような感じになっていて、本来の統治機構のあり方がなくなってしまっているんですね。で、これを見ていられないというか、なんとかしなければと思うわけです。それで私は学者の会の任命拒否の問題については、もう直ちに任命をするべく、学者の会としても、それからその学術会議の内部の人間としてもずっと発信し続けていくつもりでありますが、学術会議というところは専門の学会の分野を超えて、いろいろな、理系文系全ての分野の方が集まって、その最新の問題に対して政策を提言していくところでありますが、これがその攻撃されているということは、新しい問題に対して日本の国としてどのように対処していくかについてのアイデアを出す場所がなくなっているということです。政府の審議会にも確かに分離横断的なものがありますけれども、人選がベストでありませんので、良いものは出てこないことも多いですね。ですからまず、
専門知を民主制のために役立てることができる仕組みを取り戻すことを心がけて、投票っていうのを呼びかけたいと思います。私学術会議のお仕事も15年ぐらいやってるんですけど、脳内で勝手に、日本学術会議マイテーマソング、脳内テーマソングっていうのを考えていて、それは君の名は希望っていう歌です。でその中の一節で、君が拒否してたこの世界は美しいっていう文句があります。これ若い人たちに伝えたいんですね。今こんなに日本の仕組みが壊れているのは若い方々のせいではありません。私たち上の世代のもののせいなんで、若い方がどんどん文句を言っていい、こんな日本は嫌だ、もっと変えていかなきゃということをぶつけてほしいと思います。そのためにぜひ投票に足を運んでください。そして壊された行政機構元に戻すためにはかなりの時間がかかることが予想されて困難な道だけれども、でも一歩を踏み出さない限りは何も始まりません。国の仕組みを取り戻すことはできませんので、ぜひ皆さん力を合わせて世代を超えて共闘していきましょう。ありがとうございました。